さて、そうそう、トイレ行きたくなってきたから。あ、そうだ。校舎の裏とかを、一応校舎の裏前配信しましたからいいかな。でも、もう、あそこは面白いからもう一遍見ていこう。泣く、ん？鉄棒の下。ちょっとだけ。うん。電波は届くかどうかわかりませんが。校舎裏っていうかね、普通に裏側から入るんですよね、これ。よいしょ、日暮らし、終わった。日暮らし、ハイコロ、ハイコロ、なんでそんなしつこいんだ。これがさっきのしない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 。たまたま1回できたけど、今歩きです。自転車はまだ表の方に置いてます。さて、映るかな。これが校庭裏というかですね、こっちの方が学校的な匂いがすごく強いところなんですよ。まずこれが便所でございます。で、映ってますね。これこれ。ここがなかなか圧巻なんですよ。養女の住所。別に言い踏んでないか。人が。そうそう。ここは結構すごいんですよ。で、これ多分下駄箱ですね。うん。そう、下駄箱もは、あの、はめ込んであるだけか。うん。これ廃校です。開校記念って今書いてありました。あ、開校50周年記念ですね、これは。うん、だからいつなんだろう、これ。これ書いた子供たちは今何歳なんだ。そうそう、ここがなんか味があるんですよね。で、中は、あ、まだそんなに、まだ綺麗だな。映ってますかね。平成17。年がその50周年か。ああ、結構見えないな、中が。この間来た時はそこそこ覗けたような気がするんだけど、8年前か。じゃあ今子供は大学生か。高校生。もう十分これ見て、うわ懐かしいっていう。まあ、そもそも子供の頃は年数に対しての、経過時間感覚がえらい違う、大人と違うから。これで見えてるかな。ああ、ちょっと少しだけやっぱり埃は積もり始めてますね。まだ掃除すればいけそう。いや、掃除はもうしてないでしょう、多分。してないですね。うん。うん、割られてはいないんですけど、向こう一枚破れてるんですよね。うん、全然使われてないと思います。山北、ん？ああ、そうそう、蜂の巣。そう、前た確かこれなんで、まあ取り壊すのもお金がかかるでしょうからね。で、むちゃくちゃ違いますよね。子供の頃で3年経ったらもう、まあ、小学校は6年あるけど、高校なり大学なり3、4年経ったらもう次のレベルに行きますからね。避難場所、ああ、いや、特にそういう指定は見たことがないな。じゃあこっち回って、ライダーハウス、ここ広いから掃除とかも大変だと思いますよ、結構。ここまで来るのが大変。まあでもアプローチ的にはそんなに厳しいってほどではないですよね、まだ。まあバイクここだったら、ちょっと246から上がってくれるだけ、ほんのちょっと。貯金で、5億とか10億とかいう話の。岩手。おー、あ、でも、そうそう、学校は改装したところっていうのはいくつか泊まったことあります。ニセコの近くの、ニセコの近くの、あれ、なんて名前だったっけ？ニセコユースホステルでよかったっけ？ペアレントさんが、アコーディオンの本格的な、プロというかわかんないけど、すごい達人のところ。
ここ別荘地とする。いつもの通り。ちょっとそのまま遊具で遊んでください。ちょっと遊ばないか。東京に一軒家建てる金があるならここ買い取れるだろう。やっと一軒家。あとは家賃収入で暮らしましょう。家賃収入、いやそもそも人入らないでしょここ。うん、そのあたりの法律クリアするのにまた金かかりますよねきっと。よし。いつまで。へえ。ブルジョアジー。消火器いっぱい、そんなんでいいのか。そう、交通バスはこっち来てないんじゃないかな多分。立地、あの仕事場まで1秒ぐらいのとこがいいです。さて下ります。あーゆっくりしたな。堪能しました。1秒だと職場に住まないと。職場に、そうですね、中にいないとダメですね。仕事場まで1秒だとすぐ呼び出されちゃうよ。すぐ。あとはずっとおりですか。あ、富士山見えてましたっけ。ここはよく見えて、あ、若干見えますね、すーく。理想は1秒、現実は。あ、本当だ、見える見える。あれ、ここで富士山見えてるの知らなかった。もう配信とかこの GoPro でも見えてないと思うんですけど、あそこのちょっと雲がチラチラしてるあたりが、実はあれ、あの、そうか、 GoPro の動画用にはこうやって写真撮った上で、写真撮って、ほらこれですよ、これ今動画に向かって私コメントしてます、これです。はい、いや、ちょっとあまりにもあの明暗差が少なすぎて、肉眼でなんとかっていうぐらいです。しかも言われなかったら気づかなかったそうか、こんなに富士山よく見えるところだったんですね。ここ前回行った時すっごくよく見えたんです。知らなかった今まで。見えるなと思って覚えてた、写真も撮ったし。悔しい、知らなかった心の目で見えます。心眼で。黄砂はマシですか。黄砂、あ、まだ全然感じないですね。いや、黄砂感じることってあんまりないけど、あれは積もって感じるもんですよね。 YouTube での楽しみそう、 YouTube は最近割とあの自転車で走ってなかった分いろいろ進めてましたからね。それでもまだ去年の12月の分、1月はもうストックほぼないから、沖縄の分が、ん？高所すごい早い。それは丸の内すごい高いビルとかの話かな。ここ標高何メートルぐらい。今ここ500なんとかじゃなかったかな。大きな予定何もありません。それはいつも同じです。あの、計画立ててってのはめったにやらないですね。夏休みとか年末休みのでかい時は、その飛行機とかの手配の関係上、前から1ヶ月以上前から決めるけど、そう、沖縄はちょっと今回天気悪かった日もあったから、そんなにストックないんですけどね。あ、ちょっとグローブは指切らない方にしとこう。夏休みはどこ行く予定。すいません、夏休みまだ決めてない、さすがに。沖縄また行きますか。沖縄年末にまた行きたいですね。寒い時期にあんなに楽に旅行ができるなんて。さすがに日陰を下っていると冷たい。爆発します、爆発します。よ、爆発資産。沖縄は暖かかったですね本当に。千葉そうですかね。そうか、去年も11月に千葉行ってるの。あ、トイレあった、手洗所。トイレ行っとこう、トイレ。ああ、まあ手ぐらい洗わなくたって死なない。人間手洗わなくて死んだってことあまり聞かない。やった、突然のトイレ。ああ、よかった。またすごいところにトイレがあるね。すごいところ。そうですね、これも多分見たことあるんだろうけど、あまり覚えてなかったな。ここ
そこは高松山っていうあたり。よいしょ。女性はどうするの？伊豆大島だと1月とか2月とかに椿祭りやってなかったかな、違ったかな。戻りました。手洗ってきました、ちゃんと。よっと。あー、この開放感あなたにも味わわせたい。地味にトイレ行きたかった。ええ、どうしようもなかったですからね。トイレないところ走ってた本当に耐えられなくなったらもう仕方なく野良でやるかもしれないけど。お花摘みでしたっけ。なかなか椿きれいに咲いてますね。これは花ごとボトボトしてるから椿の方ですよね。笹んかは確か花びら単位で落ちるはず。山茶花と書いて笹んか。お話した後は開放感よりも気持ち悪さが。ああ、本当にこの下腹部に水があるかどうかだけでこんなに気分が違うなんておかしい。たかだか水があるかどうかだけなのに。ああ気持ちいい。何もしてない状態が気持ちいい。罪悪感、罪悪感はない、罪悪感はない。ですね。まあ、さっき本当に耐えられないところまで行ってなかったんですけど、結構トイレ行きたかったから。そう、残尿感、残尿感。なんか昼寝もしたくなるな、これだと。コーヒー飲みすぎ。コーヒー、そうですね、確かにそうですね。調子乗りました、あれは。せっかくご飯もあるんだから、おかわりぐらいしなきゃと思って。下り、まあスピード出さなきゃ結構楽ですけどね。でも世の中にスピード、あ、止まった。スピードをどうしても出さないと気が済まない人がいるのも知ってるし、その感覚もまあ仕方がないところはあるんだろうなと思いますね。自分がそういうスピード欲がないからといって他の人のスピード欲がおかしいというのも変だしな。でもリスクあることもちゃんと考えて抑えられる範囲で抑えてほしいですね。電波切れたな。今日はどれくらい配信しますか。
あと1時間2時間ぐらいですかね。松田駅まで行くか、その先のもう神津駅まで行くか。神津駅まで行こうかな私は。あの御殿場線はたまに混んでることがあって割と怖い。まあでも時間次第かな。バイク車載とか明らかに速度違反してる人いますね。速度違反って分かりますかね。あ、てか聞こえてたのかさっきの私のスピードの話は。あ、動いてます。素晴らしい。このつづら折りがまた綺麗なんですよね。ここはあの桜が結構うわさってて、いや明日はちょっと分かんないですね。明日どっか思いつくかな行く場所。また今日の夜戦車ゲームやりすぎそうな気がする。今 T44 のあの新しいエンジンにもうすぐ手が届きそうなんで、うん、この下り坂の、結構綺麗につづら折りしてるとこです。登るときついです。いや、ヤヒコさん、あ、いたことないな、多分。うん、うわ、ちょ、いてやっぱフロントさせないとこの辺りは違うな。私はなぜか今ダンシングの上りもフロントサスありの状態のダンシングの形になってたみたいなんで、フロントサスまたつけたいな。このクロスバイクの 700cc のサイズで、ボールは戦車で、ベルギーマン今振動で出してみよう。やだよ、戦車ゲーム。エロゲか、エロゲ、エロゲ。オランダ妻は電気ウナギの夢を見るかとかですね。黎明期で言うと。ペーパー免許でも動かせる戦車。ペーパー免許。ノリさんも3連休ですか？ノリさん？戦車ゲームはワールドオブタンクス、WOT。このハンドルがいる。ハンドルがガタガタに揺らされすぎて。水下自衛隊、戦車そんな作れるわけじゃないでしょ、いきなり。お、なんだったジャラジャラって。この坂は登ってきてないです。反対側から登ってきました。こっちからだときついです。登ると我々が来た側の道は緩くて近敵。あ、これの音か。ブレードランナー、ん？ブレードランナー今何の話だったっけ？あ、オランダ妻の話か。そうそう、そのブレードランナーの SF 小説の 元タイトルをもじった、元でもないか、翻訳タイトルをもじったエロゲなのかな、あれは。光栄が出してましたね、あの光栄が。そうそう、夫婦で自転車趣味を夫婦でやってる人、たまにっていうのかな、いるんですよね。止まりました。あ、そういや、あの小学校の生徒が描いてた鳥の絵がもう全部なくなってるな。あ、いや、あったあった。でもなんか数がえらい減ったような。ラーメン学校、これが前結構たくさんあったんですけどね。鳥の絵と、あとゴミ捨てるなっていうこのケージは前もっともっとたくさんありましたよね。それが最近なんか少ないような。撤去したんですかね。崩れ落ちちゃったり。ああ。どう。取られたのか。
鳥竹に。あ、今行ってるんですね、音は。山百合の滝。水の音に誘われてみる鳥。水の音に、五文字で読めるのかな。水の音にじゃないよな。水の音にか。水の音にと読めますよね、一応多分。あ、結構上まであるな。あ、あ、本当だ、砂防ダムだ。砂防ダムのすぐ下なんだ、ここ。お、高松大好き、高松。だいぶ崩れてる。何ここ、最高の場所じゃないか。最高の、このことですか。山百合の滝のことですかね。今のは消火用の砂かな。砂ありました、今。でも久里峠がほぼ電波は来るようになってますね。改善してるんだ。心霊スポット行かない の行っても私がわからないからダメなんです。もっと心霊に敏感な人が行かないと。翔平さんなら飲むな。飲む、あ、そんな感じなのかな、あの人の。心旅は録画はしてるんだけど、あんまり見進めてないもんで。今は南西諸島のどこら辺りなんだったかな。砂防ダムあるのか。うん、あ、そうだ、最近そういえば録画失敗し続けてるのいっぱいになったせいで、ここ2週間分ぐらいナスネの容量がなくなって。心旅実はあれ毎日30分とかでかなり容量食うんですよね。そう、こっちは急勾配です。電波が本当に峠自体を配信できた。今日は白装束、白装束。ガイガー放射線ネタもなんかあまり毛嫌いするのも頭悪い反応なのかもしれないけどな。でもニコ生のコメントとかで放射線放射線書いてるの見ると嫌になる。結構何が。よっ、あ、そういや今日クックドゥの麻婆茄子の麻婆茄子という選択肢もあったんですが、茄子が切れないので包丁持ってきてないので諦めました。茄子好きなんですけどね。お、結構今の車の幅に対して道狭かったな。封印外す、嫌い。待機汚染と川気になる。いやー、それもあまり気にしてないですね。ん？峠のバイク？確かこの辺りにお地蔵さんがあった。あった。久しぶりですね。どこですか？うん、ここは久里峠っていうところから下ってきたところです。ここから開けた場所へ出ます。あ、諏訪神社。まもなく透明が見える。うん、透明までもうすぐですね。とりあえずは松田駅まで行くかな。うわ、日陰はさすがに寒い。東京湾で、まあでも東京の魚って流通はしてますよね。なんか東京湾自体が全部汚いみたいな。待って待って待って、そうです。フロントサス欲しい。
もう10年以上フロントサスに慣れてたから、クロスバイクに変えて、5月過ぎに買って、6月ぐらいに多分買ったから、うん、9ヶ月ぐらい経ってるのかな。けど未だにフロントサスがないのに慣れません。ガタガタ道の下り坂下ってると手が痛くて。うん、さっきのとこお地蔵さんがあります。開けた場所に出るところにあのお地蔵さんが角にある、角というか丁字路かな。で、透明ですね、透明ですね、透き通ってますね。で、この斜面、あ、もう結構黄色いとこ出てきてるな。この斜面が春になると一面菜の花で真っ黄色になります。ですね、ちょっと黄色いのありますよね。写真、よいしょ。あの斜面が綺麗になるんですよ。本当に黄色くなります。いい道ですよ。私はここが大好きでございます。好きな峠のベスト3ぐらいに入るかぐらい。あ、 GoPro 3バッテリーどれどれ。一応給電はまだ続いてるけど、多分これ USB というかバッテリー接続抜いたらすぐに切れるぐらいの状態じゃないかな。ん、体重、ああ、そう、肘で吸収すべきなんでしょうけどね。フロントサスに慣れた体が、こっちか。あ、ここにもトイレありますね、綺麗なの。これもなんか新しいな。さて、ここから松田駅の方に向かって。パンクしません。パンクしませんとも。トイレ指揮たす。斜面を斜めで。斜めで。一旦もう、あ、まっすぐ、とにかく抜けてしまいますかね。確か行けると思う。前ここ通ってたはず、私は。おお。住むのは不便ですね。うん、まあ商店とかがあんまりほとんどないですよね、さっきの集落のとこから。この先行き止まり。あれ、ああ、だいぶずれるな、さっきの。ん、どこに。ああ、そうですね。うん。ああ、バッテリーありますね。気づか、あの GoPro Hero 2の時にはあのビープをオフにしてたせいで気づかないっていうのがあって、3になるとあの給電してるのにどうもそれが足りてないらしくて、今これあの1アンペア給電のバッテリーなんですけどね、あの給電した状態なのに切れてて、っていうかハングしちゃって2回ぐらい再現してます、それが。で、そこのところは動画の方ではあの配信の時のあの配信データを、映像をダウンロードしたやつを当てはめて無理やりつなげてます。自給自足だよ。自給、あ、でも作物もそんな種類あるわけじゃないでしょうからね。まあ普通にこっちの方に買い物に来るんでしょうね、車で。そうそう、コンビニはこの辺り、最寄りはどこにあるんだろう。山北駅の周辺ってコンビニあったかな。車ないと不便だな。うん、車ないとまあ不便ですよね。ああ、高速バスか、なるほど。東名って高速バス走ってますよね。今日のキャンプ地は中山ホテル、中山自分地ホテル。なんか今のちょっと自分でも恥ずかしかったな。インターネット、いや、どうですかね。ネットは結構来てるとこも。それ清川村はネット入ったのかな。じゃあここからもうずっとこっちの方ですかね。246を
降りて、タクシーのところに出ると、川が流れてるんですよ。で川沿いずっと行って行くと、山北高校だったかな、あの辺りで、坂川の横のところに出るんで、それはまたそれも川沿いずっと行くと松田まで行きます。なるほど、よろしくお願いします。散々こっちの方来てるのに GPS にルート入れてないともうさっぱり分かってない。寝袋、そうそう、そう、やっぱり電波は良くなってる、名前よりは。ホテル、なるほど。あ、これか。私は中山駅から本当に近いんで、輪行袋のまんまの状態で担いで家に帰ったりしてます。まあ多少距離があるから、肩が何度も輪行して肩が疲れてる時は無理なんですけどね。そう、聞いても今のだけで説明で頭の中にの地図全然分かんなかったんで。本当あれですよ、 GPS 頼り切ってるとダメですよ、そういうのは。私はもう自分でサイバーと言ってるぐらいですから、全然それで構わないんですけどね。花野さんにお任せ。お任せです。そのあたりでいうとマリオさん完全逆なんですよね。 GPS を使わずにいつも頭の中に入れて走ってる、あれすごいよな。あのマリオさんって前自転車配信やってた生主さんだったんですけどね。うん、松田まで走ってまだ時間が余るようだったら神津まで走ります。はい、神津まで走ります。うーん、時間次第で。御殿場線がいつ混むかよく分かってないので。御殿場線は30分に1本ぐらいです。ええ、あれがなんかたまに混んでて怖いんですよね。ああ、たまに混んでますよね。ええ、あの規則性がまだ分かってない。今日混まないですか。まあ登山の人だって松田から神津の間ってあんまり乗らなさそうだしな。そう、サイバー昔の流行り言葉で、京都のタクシー探し、確か奇跡が起きたんですよね。あの台本があるみたいなタイミングで最後に四つ葉のクローバーのタクシーでしたっけ、なんかあの何十台だか1台のタクシーを発見して、ああいうのは最高ですよね。特にそれが あらかじめ作られたものじゃなくて本当に偶然で起きるっていうところの価値が高い。休日に混んでた時は登山だったかな、何で混んでたんだっけ、でも登山だよな、きっと。なんか柵に作物の絵が、作物キャラクターの絵が。丹沢、あ、結構多いと思いますよ、登山客は。丹沢方面って。お嫁さんも早く靴すで見つけてくださいね。そうですね、タクシーは4台しかないって乗ってた。4台、100台以上のうちの4台なのかな。登山客は荷物も多い。そもそも全くあの場所のどこにいるかって情報がないんでしたよね。ん、何が関心って。1400、すごいよな、どんだけ奇跡なんだ。一応目撃情報かなんかがあったんだったかな、あの時は。GPS で、トーク対策。トークっていうのは喋りのトークのことですかね。対策って言うと何だろう。
ん、するする。このコメントのやり取りの話の中で何か工夫っていう話、工夫っていうことで言うと、あ、パンクなぜトークって聞こえたんだ。いや、パンク対策はですね、パンクしにくいという評判のタイヤ履かしてるだけです。自転車シュワルベのマラソンっていう重たくて硬いタイヤです。シュワルベマラソンで、これは26インチの前のマウンテンバイク乗ってた時にも同じ名前のモデルを使ってて、まあ乗り始めて1年ぐらいでフレームがどうかなっちゃったんで、の数年はやってないんですけど、パンクはしませんでした、1回も。ただたまたまパンクしなかったっていう可能性も十分あるので、はあ、なぜか配信の初期の頃はえらいパンクしたんですよね。おお、坂和川。自分のですね。バタザテ庭と言っていいぐらいは回数来てるはずなんだけどな。パンク対策はもうタイヤだけですね。梅フラグ。つまり、サイクリングロードがある。坂和川ってありましたっけ？あ、向こう側に。こっちはないと。こっち側は何対策？そうそう、前実家の近くでも遭難しかけたしな。会社。どうも。うさい男の集団？って何の話ですか？私は方向音痴です。自信を持って言える。実家近くでなんか藪に入ってしまって、戻ろうにもなんか戻りにくくなってしまって、アクロですね。アクロ、おお。やだ、かっこいい。すぐ終わりましたね、アクロは。はい、橋が見えるところに行けば松田。あ、もうあれ松田ですか。近いな。川沿いでるか、早いですよ。山北と松田ってこんな近くでしたっけ。コンクリートの壁にジャンプするとかやってもらえませんか。コンクリートの壁、ええ、こうだから感じるんですよ、アップダウンだから。なんだ、こんな道で行けるのか。素晴らしい。時間が今4時前だから、時間的に構図までが10キロぐらいでしたかね、確か。増田から構図ちょっとぐらい。じゃあそっちまで私は行ってしまおうかな。構図まで行くんだったら橋渡っちゃって、ええ、サイクリングロード行った方が楽です。あ、なるほど。でも途中で途切れたような気がする。じゃあその時は GPS 見ながら試行錯誤して、迷ったら迷ったでネタになるということで。コース行くんだったら行っちゃいますよ。あ、そうですか。行けます。向こうなら自走でもいいかな。おお。平らだし。ん、あ、行っちゃった。羽田さんもですか。そうです。でも小田急だったら1本で帰れますよね。いや、輪行しなければ。あ、そうか。コースから自走で帰ろうかな。わざわざ遠回りして。だって松田から身をろく走るなり、ね、どこを走っても山なんですもん。あ、海まで出れば別ですけど。なるほど。海まで出ると平らで帰れるんで、ね、だったら自走でいいなって。なるほど。山はもういいけどっていう。前場峠とか登りたくないですし。うん。あそこも微妙な峠ですよね。先ようとすると渋沢丘陵になっちゃうんで。なるほど。今度こんな先週走ったし、先週やで、2週間前に。羽田野さんの頭の中を見てみたい。大井松田インターから乗る予定ですか。インターには入らない。10キロちょいだと夕暮れぐらいにちょうど構図、うん、って感じ。そうですね。
今日ナビで。今日は茹でパスタだけじゃなくていろいろできたんで面白かったな。でもうなんか振り返りに入りつつある頭の中が。酒川川って大きいんだな。うん、酒川川。酒の匂いっていう字でよかったっけあれは。の川。まだですよ。はい、あ、梅蘇我梅林。あー、でも2月ですよね、もう神津まで行くんだったら近く通りますよ。あゆ釣りで行くのは、あゆ釣りですか、ここ中山までは乗車なくてもたどり着けますか。輪行しなくても、まあ頑張って走れば帰れますね。あー、でもこっち側まで来てしまったからな、だいぶ距離あるな。それで帰るんだったら向こうで降りた方がそうですよね。こっからだと40キロはないですかね。あの辺りまでは結構ありますよね。40ありますよ、40、50ぐらい。あります。お、あれはさっき久里峠で見たパラグライダーはここに降りた。あ、パラグライダーの着陸場所ですか。そう、家に着くまでがサイクリングはドアツードア。ちょっと今閉まってますパラグライダー。あ、あれか、川の土手が低いのね、坂川は。坂川、あー、かな。でも玉川もこんな感じじゃないかな。もうちょい高いですかね。秦野さん何でも知ってるんだな。秦野さんは何でも知っている。なった。空気がもうなんか冷たくなってきました。日は照ってるのに。神奈川県でございます。小田原までも結構も近いですよね。そんな低いかな、これ河原の感じとかもちょっと多摩川に似てると思いますが、多摩川自体もあれは土手が低い方なのかな。待って、秦野さんは自宅まで、どのあたりだったっけ。あの駅の名前なんだったっけな。すごい。断然、あ、そうですかね。荒川ってそんな高かったっけ。今の消防の車は何ですかね。メンテやってるだけじゃないのかな。違うかな。お、いらっしゃいませ。ここだし、よく覚えてますね。なんか結構ずっと言われてるな。大根川の、あ、かわいい大根川の話。大根川で弘法大師が無償で大根を開けろというふうに強要して断られたもんだから、腹いせに川を干上がらせて住人を困らせたという、もうだいぶ脚色してるな私は。あゆずか、日頃から散々愛を通ってごめんなさいってことか。安らかに眠れ。早川と坂川川に守られていた小田原、その早川、この近くだったっけ。うん、あ、伝説です、ですね。あ、そうなんですか。大混乱。今坂川川で松田のあたりまで来てます。松田町ですよね、確か。松田は松田町だったと思うんだけど、松田は、あ、町ですよね、市じゃなくて。あ、町です。今ここ URL 省略、いかやく、工房さん大丈夫ですかね。URL ありがとうございます。これで橋渡って、今日平日じゃないじゃないですか。向こう側にはサイクリングロードがつながってるらしいので。お気に入りに1件だけ消えないのがあるんだけど、今日は全然。お気に入り何の話。
いや、今日はサイクリングウェアの下はサイクリングウェア、アンダーシャツもサイクリング系のやつです。で、下半身の方はユニクロブリーフに、そんなこといいのか、タイツ、パッドがついてないタイツを履いて、その上に短パンです。今日は普通の長ズボン履いてる日もあるんですけどね。でも長ズボンももう買い替えたいな。左側のポケットの底が抜けてるもんで鍵入れられない。神奈川県町田市、日帰りですか？町田、うん、今日日帰りです。むしろ下半身の方だけでよかった。下半身、そうなのか。坂和川を読めるようになったのはいつですか？坂和川、ああ、初めて来た時は確か読めてなかったかも。明日どこ行くの？はい、坂和川。あ、坂和、匂いって字ですよね、あれですよね。あれを和と読む。今日は何時からやったんだっけ。11時からだからまだ大丈夫ですね。近所に外国のプロ野球の LG ツインズって来てるけど、 LG、 あ、 LG ってあれか、液晶モニターとかの。花野さんのチェーンは大丈夫ですか？うん、花野さんのチェーン前切れましたね。韓国、 LG は韓国でしたっけ。私が今使っている液晶モニター LG でございます。やっぱ安いからな、あっちの方。あっちというか韓国だからかどうかわからないけど、な、金的なものはつけてないですね。よっと、小田急線、今これ小田急くぐったのかな。すぐ近くに松田駅が、新松田駅か、小田急の方は。声、ゴープロ当たらないようにしました。意外とゴープロ上出っ張ってますからね、自分の意識よりも。そうそう、右と左一応分けてみました。結構 GoPro ぶつかるんですよ。ん、 何がイラッと。今日は自宅ヨンヌ、ヨンヌ、うん、もう電波だいぶいいはずですよ。イカリアク、観光客が見てて面白い。おっかけ韓国観光客、言いづらいな。頭無理で。あ、何ですかって。ヤッキッキー、台湾を一番最初に買ったパソコンを見たがルグでした。とても品質が。いや、いかやく、次は足柄大橋かな。ワンワンをあれですか、足柄大橋。コミュニティに参加しました。ワンワンを建国、ワンワンを、黒いなんか手足がなんていうんですかね、本当になんかマスコットみたいな意味ですよね、ああいうの。お、しばしば、しばも可愛いような、やっぱり。サイクリングしたいのある道ですが、トイプトル、今のなんだ。うん、あ、すいません。あっちにもこっちにもワンワンを、うん、でしたよね、トイレのスピーカーみたいなところから。なんだ今の。まあサイクリングロードですから。そう、犬、いや、私は多分犬は責任持って飼いきれないと思うな。おう、ロマンスは、それはなんか私がその頃ロマンスに身を焦がしてるって意味じゃなくて、ロマンスは何だっけ、年齢によって安くなるやつでしたっけ、切符のナイスミドル的な。はい、ロボさんがいなかったらまだ俺はミネソタの田舎でくすぐっていたいか。役、あ、そこ通りますね、すぐに。わらわら、小田急線が通る。豆柴かわいいよ。豆柴っていうのはどういう種類なんですかね。昔のロマンスターが7個置いてあるんですよね。あ、来た来た、小田急の鈍行のやつかな、あれは。小田急線です。なんかありふれてるか、都心の方だとよく見るから普通ですよね。なんか全然写真撮る価値もない気がする。一応撮ったけど。新松戸泊まりとかなんですか。ほう、急行止まらないですよね、松田から小田原は。男らしいですね、と。
あ、急行止まるんじゃなかったですかね。違いましたっけ。止まないです。飛んでしたっけ。止まるのもあります。ロマンス。ん？ロマンス。で反対側からまた来るみたいですが。ん？あれか。同じようなのが。同じ鈍行ですかねあれは。ああ、さっきの川は立ってますね。来た来た。あなたお願いよ。松田山登り、なんか結構激坂だった記憶があるんですよね。松田山？そこの。お。あ、もう16時か。さっきから1時間経ったのか。1人、プレミアム1人。早っ。さっき の、ね、あのバイクのお姉さんはあそこ行こうとしてた、あの上。ん？ああ、あのなんだっけ、ハーブガーデンがあるところ。確か頂上だったかな。うん。あの山の頂上。自転車だとなかなかきつそうですね。行ったことない。よし。おお。戦後当時は遅い鉄道と揶揄されていた。遅い鉄道。へえ。ちょっと改正長が違う。あ、これ松田ちょっと改正長がそれぞれ時間ずれて聞こえてるんだ。向こうが松田でこっちが改正。松田は夕焼け小焼けで改正長はカラス。なんだっけ。一卵性ソーセージだと双子か。7つ子の子供がいるカラスの歌ですね。ハリ、あ、ハリアットルか。そう、なぜか夕焼けはカラスのイメージというか、まあ夕焼けの時にあいつが鳴くからですよね。あとは集団で巣に戻っていったりするからかな。面白いな、笑。そう、ここは、ここ右は海星町、川の向こうが松田町、町、町かな、町かな。あの町と町の読み方がどっちかに決まっているのはやめてほしいです。どっちでもいいことしてください。いちいち覚えてられっか。子供？今起きた。ロボ用ございます。お、おはようございます。遅い。カラスは7つも卵を産むのだろうか。ああ、実際どうなんでしょうね。適当こいてるのかもしれない、歌作った人が。小田原市はどこからかな。カラス卵、細胞分裂とか。今神奈川県です。アメリカ戦車はまあまあかな。なんか全体的に丸っこいのが、物の格好やせ的に言うとそんなにグレード高くないなと。蒸気鉄道で世界一のスピードを出したのが、うん、初代ロマンスカー。へえ。いつ頃の話なのかな。松並木、松並木か。確かにここの松すごくでっかいな。まだ改正帳かな。うん、まだ改正って文字がありましたね。痩せてよ。私は戦車的に言うとロシア派かな、ソ連派。単にあの最初にやった戦車ゲームで、あの使いやすくて好きだったのがロシア戦車、ソ連戦車だったから。ホイコーローうまかったですね。ホイコーローのタレの味によって強制的に美味しかったです。ちょっと炒め、野菜の炒め方がまずかったけど、ていうか風があるともうコンロの火力が一気に弱くなるから厳しいですね。なんとか覆うものが欲しいな。大きさ言える繁殖か。タンクバスター。ああ、戦闘機もそうですね。私もあの戦闘機のかっこよさで言うとフランカー好きですね。T-55 ですか。まだそこまで行ってません。私は T-44 までやっと到達したとこです。ん？こっち
きますか。特急？特急か、特急か。そっか、いやそもそもアルコールじゃ動かないんじゃないですか。ガスタビンエンジンとガソリンエンジンは知ってるけど、ディーゼルエンジンだってアルコールで動くわけじゃないですよね。ディーゼルは何だっけ、軽油だっけ。実は私はあのペーパードライバーなので車の燃料の種類をよく把握してない。ディーゼルが軽油で良かったと思うんだけどな。で、軽油とアルコールは全然違うもの。アルコールといったら燃料電池はどうなったんだろうな。宝徳橋かな。宝徳橋、今、あれどれのことだ。74式とジーターが台湾発ったらどうなると思いますか。74式、74式の方がはるかに新しいですよね。うん、新幹線が生まれた。新車の B55 が爆散する動画すごかったですね。52？どれが52なんだっけ。分かってません、すいません。そう、本当にそのパンツァーフロントでゲームに出てきた戦車のことしか分かってないんで、形とか。だからそう、今やってるワールドオブタンクスでゲームやったらとんでもない種類の戦車があって半分以上わかんないです。ロボさんはお金で動く。金で、私の沙汰は金次第。あれ電波ダメですか。え、開けてるのにな。まあとりあえず移動し続けましょう。僕の友人は日本軍で電車の運転手さんをしています。日本軍ってしていますとあったら日本軍じゃないですよね。今アニメでロシア民謡歌いながら、うん、新軍ていうか、ロシアの歌基本的になんかあのちょっと哀愁が、哀愁漂う感じが入ってるのが泣かせますよね。で、あの新軍してたあの歌、私の頭の中だとどちらかというと もともと頭の根本にあるのはモルドフ、あの熱血高校ドジウォール部のソ連ステージ。前の人は秦野さんです。でそのモルドフの曲の動画を見に行ったら、ガルパンから来ましたというコメントがやたら多かったですね。私はあの X68000 っていうパソコンで、ああ思い出した、 X68000 で思い出した。ラグですか。あ、そうか、今 FMLだもんな。X68000 で急に思い出したけど、また忍者スレイヤーの話なんですが、前の人動いたり止まったり大変だね。うん、止まったり。忍者スレイヤーにペケロッパ教っていうあのカルトな、なんだかその宗教が出てきます。カルト集団か。ペケロッパ教ってあんたどんだけに日本のこと知ってるんだ。でペケロッパ教の信者はあのテクノロジーの崇拝者で、なんか頭にやたら直に LAN の回線をつなげてたりするそうです。でそうか、ペケロッパ自体が伝わるとは限らないな。大半伝わらないんだった、そういや。
大昔のパソコンのシャープの X68000 っていう、私が大学に入学した時に親から借金して買ったのがあって、半分そうですよね。でそれが X68000 っていうパソコンだったから、テケロッパっていう呼び名があったんですよね。それだってみんなが言ってたわけじゃないのに、なんでそんなこと知ってるんだあの作者の人。まあ誰かから入れ知恵があったのか。あ、まだ続いてるのかな、サイクリングロードは。続いてるっぽいな。コメント読み上げまで3分。うん、3分くらいひどいな。とりあえずリロードするとかなり改善しますよ、 FMLE の時の極端なラグは。治りましたか。テスト。大丈夫ですかね。治った。明日何するの？明日は何も考えてないです。多分このまま行くと夜遅くまで今日は先生ゲームやって、で明日昼過ぎに起きて動画編集とかポチポチしながら連休の最終日を終えることでしょうよ。そう、今はちょっと更新しないと。うん、マンハッタンシェイプですね。すいません、私が持ってたのは非マンハッタンシェイプの X68000 プロって機種です。ロボさんは携帯ゲームはやらないの？携帯ゲームやってないですね、全然。スマホのゲームもあまり。忍者スレイヤーって何ですか？忍者スレイヤーはアメリカでいいのかな、まあ、海外の勘違い日本文化忍者活劇というかサイバーパンク的なやつで、それを逆輸入して翻訳してる、その翻訳の文体が面白すぎて。いや、そもそもあの原作自体が面白いんだ。忍者同士は戦うときに必ず最初にちゃんと挨拶しないと、あのとてつもない礼儀知らずってことで敵だろうと味方だろうともう抹殺されてしまうとかいう世界観です。そう、ペケロッパー、私はペケロッパーって呼んでなかったですね。 X68000 は 68K って言ってたかな、私は 68K でも考えたら、うわ、嘘、もう早いな。え、もう外部バッテリー切れた、早すぎ。うん、あ、確か PC 入れたやつありますよ、 ATX 入れて。確かそのネタ見たことがある。私は X68000 は何度もあの配信で言ってるんで、あの耳オクトパスの人もいると思いますけど、大学入学の時に親から借金して買って、借金分はもやし工場でバイトして返しました。もやしまみれになりながら。これ PC はあと2時間ぐらい持つんで、そう、古事記にも書いてあるっていう、それもネタですね。大体何でも古事記に書いてある。あとあの、そう、忍者スレイヤーに出てくることわざはほとんど全部あの宮本正史って人が作ったってことになってます。もやし工場はあのもやしをパッケージに入れるときにその機械的な作業をやったり、あとカイワレも一緒に作ってたんで、カイワレをあのカイワレを促成栽培するための場所にパレットを運んだり。バッテリー残量の表示は出てませんよ。あ、出てません。騙したか嘘なのか。 90% って聞こえたから本当だろうと思ったのに。
騙された。じゃあまだ安心か。すいません。というか今その出てないというのが嘘だったらどうしよう。逆騙し。え、止まりません。だから夜通し走るんじゃないの。止まりません。なぜそうなるの。盗撮犯。我々は。我々は。ああどうだったかな。校庭の寿司に洗うの入ってたかな。パレットの中の各区画で育てたやつをそのままパッケージに入れてるんじゃなかったかな。どうだったっけ。でその後 O157 の事件があって、あのカイワレもその時はバイトやってなかったんですけど、カイワレ業界は大ダメージ受けたの見て愚民どもめって思いましたね。配信ぶりに来ました。配信ぶりに1時間2時間ぐらいですかね。あの放射能の、放射能とか放射線の話もそうですけど、ちょっとした情報をもとに、あるいはなんか誰か大げさに言ったのを全部あの無批判に全部信じ込んで、もうすぐ小田原駅ですね、最大限の用心しようとする人はまあ間違いじゃないんだろうけど、それによっていろんなことが、いろんな人が迷惑を被るっていうのも考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。確かあのカイワレ、あの実際そうじゃなかったんでしたよね。だけど全国のカイワレが売れなくなって、どんだけ情報に振り回されてんだよ。そう、ミニオクトパスセンチメントで動く体臭。センチメントっていうのもなんか出てきてたな。そういえばをそう燃やして燃やして、海の上ではもう少しあるか。ロープちょうだいだったね。ロープちょうだい。耳にタコっていうのもあれは結構最近誰かが作った言葉なのかな。タコができるっていうのはそもそもあれオクトパスじゃないのか。タコは我々のパッケージングの工程よく覚えてないけど、マスターなのか。そう、神津駅まで行ってから輪行しようと思ってます。いやどうかな。テレビ以上にニコ生っていうのも偏ってるんじゃないかな。このまま走ったらあと40、50キロぐらいあると思うんで、まあ、ピラごめんでございます。感情、あとそれ信じるっていう、あまりにも簡単に信じてしまうという国民性があれだと思うんですよね。ちょっとは疑ってかかろうよ。間違ってたと信じてた時ほど恥ずかしいことはないのに。まあでもさ、自分の子供がいるので、あのその子供に害が及ぶ可能性を全てあの回避しようとするって気持ちもわかるんですよね。それはあまり愚かだ愚かだっていうのもちょっとあれなんだけど、にしても全員信じすぎでしょう。私が恋の言うのって何も満たさないんですけどね。批判する人は批判するだけだと。Z さんは今日長い距離走ってるみたいね。まだ走ってますよね。多分今日の夜か明日まで走るんじゃないのかな。昨日の夜スタートしてましたよね。和骨です。今日もいらっしゃいませ。今日乗ってます。昨日は丸1日かけて30キロぐらいのところを行き止まったり行き止まったりしながら走ってました。狭い山道を黒塗りのメンツが何台も連なっていかなく
ベンツ、それあれか、考えよ。すいません、私も物考える訓練はできてなくて。分かりやすい、うん。でもあの震災の時のあの買い占めなんかもそうなんですよね。そういうのに対して自分が動いてしまうことが世間になんていうのかな。でもやっぱり自分個人が最大限の利益を得るためにはどうするかっていうふうに考えるとああなっちゃうのかな。まあ私は自分の子供もいないのであんまりなんかその害が自分に害があるかどうかとかあんまり重く考えないだけなのかもしれないですね。すげえ変路、あのなんていうか車とかで来る変路のことかな。変路はそもそも罪滅ぼしって意味あるんでしたっけ。ダイオウイカのテレビ放送は見ましたか。ダイオウイカ、いや見てないです。ダイオウイカの話は何だったっけな。なんかダイオウイカっていうのもツイッターの話題として出てきてた記憶はあるようなないような。ダイオウイカ良かったですね。ダイオウイカなんだっけ。イカは空飛べますよ。知らないけど空だって飛べるさ。空も飛べるはず。アームストロングのドーピング、飛びを飛びますからね。ドーピングつい一言、ほらほらドーピングか。んタコ、あ、ソガバイリンへ。駅にも、うんうんうん。でもやめなよ、ロボさん元気でございます。ん今のさくらさんかな、キャナダの。元気でございます。最近あんま走ってなかったんですけどね。キャナダの今何時なんだ。結構もう遅いですよね。まだでも寝る時間じゃないのか。いやもう寝る時間になってるはず。シャーマンフライ、ファイヤーフライじゃなくてレシャンか。そのぐらいですよね。こだわり台に今いましたか。え、アームストロングの電気が映画化決定したんだよ。電気が NHK が世界初ダイオウイカの撮影に成功した番組。ああ見てないな。ああなんかそれ GoPro かなんかのネタで見たんじゃなかったかな。 GoPro が使われていたのなんだの。ああフィールドが立ってしまった。お恥ずかしい。黄色から赤にかけて渡ってしまった。アームストロング砲、ね、私のこれはクロスバイクだから27インチ 700C ですね。昨日一緒に昨日千葉の方のポタリングして、木更津のポタリングして一緒に走った小坊助さんって人が299インチの自転車乗ってたんですけど、でかいよあれ、むちゃくちゃでかい。フレームもでかかったです。あの竹馬の上に乗ってる気分でした。つないな、でかいですねあれ。あんなにでかいと思わなかった。いや身長は同じぐらいなんで、多分あのサドルに乗った状態で両足はつかないと思うんですけどね。で今なんて夕方、あれか、そうそう、輪行でハンドルが思いっきりはみ出すんで、そこにあの輪行袋袋をかぶせて、輪行袋入れの袋をかぶせて一応全体を覆ってました。そう、輪行袋袋。まあでも一応入ってましたけどね。大きいと段差とかあのつまり小さなことには小さな段差程度じゃもうどんとこいって感じでしたね。そうそうそう、だから速度はあのブロックタイヤだったんであんまり出ないって言ってましたね。昔の自転車は前輪だけ異常にでかいのあった
通にダルマ自転車ってやつですかね。あれはなんかもうなんだっけ、あれオーディナリーって言うんでしたっけ、オーディナリーとかいう名前じゃなかったっけ。サーカスで見そう。サーカス。オーディナリーですよね。ヤンキーのそれカマ、カマキリとかいう話なのかな。ふう。今、なるほど、ここか。あと5キロぐらいですかね。ソガバイディは今ここからだとその辺ですかね。本当もう 目の前で通るんですね。パンクの神様いらねえ。パンクの神様寝てろ。最短5分でやったことは1回あるんですけど、普通はまあ10分以上かかりますね。あ、この枠で終わりかな。16時半だから、そうですね、17時で終わりですね。多分それまでに着くと思うけど、今このペースで引っ張ってもらってれば。羽田野さんはどうだろう。あれ、こっからだとよく見えない。足パンクはこのタイヤは相当強いはず。ただあまり言うとあのフラグが立つので、いや、フラグが立つ言い方も最近ですよね。50代くらいの人だったら通じないだろうな、フラグが立つ。40代でもなんかあまりゲームとかネットとかやってない人は通じないかな、フラグは。この何々が終わったら結婚するんだみたいなこと言ったら、いろいろ敬語、いや、さすがにそこまで特殊化じゃないですよね。菜の花おしるこ、何あれ。いや、あれ普通にロールプレイングじゃないや、アドベンチャーゲームの用語じゃないですかね。フラグ、そのゲームが次の展開に行くのに必要なあのビットフラグ。今ここから上空に100メートルぐらいジャンプするとよくわかるんですけどね。あの山の感じからすると右手の方じゃないんですかね。あの辺りのあの道が下ってきた、前下った道っぽいし、プログラム用語かな。線路と道路の間にあるのは分かってる。ああ。どっちだったかな。でもあのこの公約フラグの立て方がわからない、ええ、フラグっていうのはデジタルな、デジタルな話ですからね。フラッシュのタイムラインだと思ってました。フラッシュのタイムライン、なんだろう。 B ダッシュはファミコン用語ですね。マリオ用語ですね。こんなフラグ、あれかな、スペシャルフラグのことかな。あのナムコのギャプラスってゲームだとスペシャルフラッグにもちゃんとエイリアンのグラフィックが当てられてて、あれスペシャルフラッグなんだけど虫なんですよね。赤の S のところが頭になってて、黄色の三角のところは羽。確かオフィシャルでそういうアートがあったはず。いや、そもそもスペシャルフラッグ自体が通じないか、大半の人には。ついついなんかあの年代とかゲームとか狭い範囲でもうなんか同じ知識を持ってるっていうのをつい一緒に想定して喋ってしまう。ナムコ、私が好きだったのは、あと30分ですね。ナムコで好きだったのは
どの世代までかな、バラデュークあたりでも結構あの思考が外れてきてしまったんで、私個人としてはリブルラブルとかドルワーガの塔あたりはピークでしたね。何十年前だっけ。6001のプレイ動画はさすがにまだ見たことないな。6001マック2じゃなくて6001で出てましたっけ。グローブだ、まだまだ次の自転車乗り換える時ぐらいまでかな。イヤーマーク2タワー、タワーってなんだろう。寒い日に自転車乗ると鼻水出ません。鼻水出ます。今日はそれほどでもないんですけどね。寒い日は本当に鼻水出ますよね。なんで水出るんですか。あれ出なくていいですよ。この辺りがもう1ヶ月ぐらいかな、曽我梅林の梅祭りは。確か2月中だか3月ぐらいに梅の花がリアルタイム。まあ仕組み知らなきゃそう思うかもしれないですね。私は今のところ花粉は過去に1日か2日ぐらいは、1回か2回ぐらい花粉症かなと思った時あるんですけど、1日だけでしたね、それぞれ。まだあの容量超えてないらしいです、花粉症発症するまでの容量。仕組み、いや言わなきゃです。それはなかなか難しいと思いますよ。当たり前にこうだろうと思ってるっていうのはなかなか疑わないもんだから。ん、黄砂の、あーどうだろうな、黄砂の時期だったかな。時期的に言ってブタクサですねって言われたことがあります。あの病院行ったら猛烈に目が痒くなって鼻水が出て、はい、そうですね。わからぬ。ああ出ますね、うどん吸っても。私は熱いもん食うとあのやたら喉に痰みたいなのが絡んで咳払いが多くなります。お、よっ、こうさ、あー、あー、その後まで、はい、あ、始めてます。どのあたりなんだろう今。そこ場にはどっち側だ。あ、販売車出口があるからすぐこのあたりだ。今ちょうどこの右手のあたりかな。ああかな、そのあたりかな。この右手のあたりですかね今。どうだろう、ちょっと見ていけるかな。でも咲いてないか。うん、まだ咲いてないですね。いやでもパラパラ見えるな。どうだろう、ちょっと見ていこうかな。
ちょっと見ていきますか。バイリンギャルはいますか。バイリンギャル、まあギャルが来てたらそう言っていいでしょうね。ちょっと下見に、下見に本番で来るかどうか分かんないけど、お願いします。確か2月中ですよね。確かに2月。月のバイリンで吹かれていました。ちょっと香りがするようなしないような。まだちょっと早いから。うん。混んでる時しか来たことないからちょっと新鮮。あ、でもチラチラ咲いてる。うん、そうですね。映ってますか、見えますか。ほら、この辺りとか少しだけ咲いてる。もう 1,2 週間とかで全体的に咲くんですかね。よ、写真、あ、写真、写真、写真、あ、映らない、ピント合わない。梅の花は見えます。広いんだね。かわいいな。結構広いですよ。映らねえ。よっと、こんだけ近づけないだ。よし。よしよし。で、梅の香りが、うん、さすがに鼻近づけるとしますね。この梅はかなり清々しい香りがする。綺麗だ。九州は咲いてた。あ、九州は。いいですね。これが祭りの時期になるともう大変なんですよ、ここ人が多くて。放送でも確か一遍来たかな。梅の香りいいですよね。あの梅ガムの香り、特に台無しですね。パワーショット。あ、そうです。パワーショット S95 です。動物との交流は、今日はそこら辺に犬が寝てたぐらいですかね。あと遠目に吠えられてたぐらいで。ん ?2 月、何日が？メガモ、今ないですかね、メガモ。業者のみってなんだ。あ、もうなんか屋台やってますね。焼きそばやってる。あ、まだほとんど咲いてないのに。暖かい日が続けば、あ、一気に一気にきますからね。梅がもあれ再現性すごいですよね。それと梅の香りっていうのが随分単純な成分なのかな。梅昆布あるね。眩しい。すいません、私は今あのちょうど目のところを覆っているので眩しくありません。もう別に売店見に行かなくてもいいから、じゃあ行きましょうかね。どっちに受けられるんだろう。ここからロボさんに任せます。ん、なんか裏道みたいなものあまりないですかね。難しいな。売店見せて。売店、いや売店見せない。あなたが、あなたが直に来てください。売店の様子を確認するためには。ここからはあなたの目で。そう、あなたの目で見に来てください。なぜならば面倒くさいから。ん、梅ジャム、あれ、梅ジャムって何だっけ。前来た時梅ジャム買ったかな。そういえばどうだったっけ。味覚えてない。一分先ぐらい。出口梅ちゃん一部、うん、もうぐらいですかね。えちゃん、シルエット、かすかに頭が出っ張ってる。わらわら、梅ジャムも懐かしいな。梅ジャムってあれのことか。どうでしょうネタのことか。梅ジャム、あの梅味の甘いジャムじゃなくて梅干し味のジャムっていう。病気の妹さん、あなたが伝えてあげてください。はあ、よっと、はあ、男梅思い出した。男梅、練り梅的なやつですかね。あ、結構咲いてるのもあるな。ありがとう、どういたしました。ん、どこで、ああ、ズーラシアでそう食ってましたね。そう、今のうまくさばいたな、私は。
自画自賛。あ、こっちも結構咲いてる。あ、いえいえ、全然待っておりません。お、海見えた。さて、神津駅はどういった駅だったかな。海岸で、いや、まだちょっと早くないですかね。ん、何がしの方は、ちょっとまだ日が高いですね。まあそれまで散々迷って行けばいいわけかな。道に迷いながら、うん、海土産は確かいろいろあるはずです。あそこ売店のとこ行けば。海味のじんたん、あー、なんか粒のやつありましたね。なんてんだっけな、あれは。あの紅色の、日が伸びましたね。日が、そうですね、前16時半とかふざけんなって感じでしたよ。いつも冬になったら思うんですけどね、自転車乗ってると。3月3日3月3日、見たかったぜって。ん、当たり、あの、小田原さん、ん、洪水切って中学の校舎みたいだよね。洪水駅の校舎、あ、校舎じゃないや、駅舎ってそんなんでしたっけ。ちょっと頭の中イメージがあんまり浮かばないな。どんなんだったっけ。あれは前はあそこ行ったのは大磯駅だったから違うな。洪水駅どんなんだっけ。あれだったかな、あれかな、あれが洪水駅だったっけ。いや、今日は特に急いでないです。まあ日が暮れるまでに洪水駅について輪行すりゃいいかなぐらいで。部屋の中にいても外出してる気分感が、うん、外出するきっかけとしてください、ぜひ。二股を、あ、ありがとうございます。新幹線の高架下の二股ですか。あ、そうか、5時で終わるんだった。だから夕日も見られないですね、それだと。じゃあパッキングの時間もちょうど見せられないな。別にパッキング見てくださいというほどの内容はないんだけど。あ、新幹線通った。あと GoPro は止まってる。 GoPro 撮れてない。音もなく止まるなよ。だからもう GoPro が止まっている。まあいいか。まあ食事のところが取れてて、また止まってる。いつからかな。高松山、あの左峠からの下りが取れてはいいんですけどね、あそこが取れてないと残念だ。やっぱり1アンペアじゃダメなのかな。うん、切れてますね、完全に。電池切れですね。ですね。バッテリーの給電不足なのか、本体の不具合なのか。今日は3です。2も持ってきてたんですけどね。まあここから先は別に取らなくたってもいいぐらいの普通の市街地だから。私があの普段パソコン あの外部バッテリーとして使っているエクスパルってやつが、あの1アンペアまでの給電なので、それでは足りないのかもしれない。前はなんか画面がハングした状態で止まってたんですけどね。ハングで止まると一緒か。あれ、今青だったよね。あ、みかん。あれ、今赤だった。反対側止まってたけど、いや、青だ青だ。一斉にで、これがなんか音も出さずに切れちゃうんですよね。今ビープオンをマックスにしてて、普通に電池切れした場合はビープオンが何回かなってから切れるんですけど、この給電しながらバッテリー切れがになると、どうも動作がおかしいみたいです。
どこまで撮れてたかな。カメラにしては大食いじゃないですか。うん、大食いですよね。初期不良とかではないんですか。それが切り分けがうまくできないんで、まあ、いっぺん切り分けしようとして部屋で同じこのエクスパルテバッテリーつないで丸一日放置しといたんですけど、バッチリ全部取れてました。6時間45分かな、メディアがなくなるまでバッチリ取れてました。つまり再現しなかったで、今日のこのいつの間にか完全に切れてるのも、あれ待てよ、でもじゃあパソコンは本当にさっき 90% で外バッテリー切れたのかな。ちょっと止まったら見てみよう。充電しながらバッテリー切れ、保護機能動作、いやどうですかね。少なくとも熱くはなってなかったんですよ、前止まった時は。だから何が原因かいまいちわからない。振動、いやそれは多分 GoPro 自体衝撃を前提とした作りになってるんで、可能性はあることはあるんだろうけど低いと思うんですよ。でしかも私これヘルメットマウントだから、ハンドルマウントよりはだいぶ衝撃少ないはずです。大食いなのはアメリカ製だから、なんという大雑把な。うん、まあトラブルは、でも GoPro の方は私は結構痛いですね。このデータとして後に残るっていうのは個人的に大きなことなんで、まあでもこの配信さえできてれば埋めることはできるんでしょうね、画質悪くても。で、これが御殿場線か。いいか。あ、駅どこだ。東海道線だ。ライフログっていうわけでもないんですけどね。そう、笑いも映ってなかった。もっぺん撮りに行くかな。いやしかしな。そうそう、肝心のアニメの中との比較のところが全部配信画質の352かけ何だったかな。駅は確か手前にあるよな。あ、違う、向こう側だっけ。普通に向こう出てからするか。うわ、大笑い、確か海水浴場でその大笑いネタはあったんじゃなかったかな。海水浴場の CM だかなんだかで、バッテリー米、いやバッテリー米がシステムメッセージじゃなくてユーザーが誰かが書いたんだっていう風な説明だと聞こえたので、じゃあ切れてないのかなと思ったんですけど、じゃあ本当に切れてるのか。でもビープもしなかったよな。じゃあ単純にこれは普通の GoPro のバッテリー切れかな。切りました。 10% を切ってもメッセージは出ないはずです。お笑いならうちの近所なので撮影してきますよ、わらわら。あ、でも結構そのお笑いのアニメの、戦車アニメの聖地巡礼みたいな動画はいっぱいあります。だから別に他にないデータってわけじゃないから、ただ私のパンツァーフロントで、バッテリー込めは、ああそういうことか、なるほど。花
あれ、じゃあ今やっぱ切れてないのか。後ろです今畑本さん。ケツ洗って出直してきます。どれどれ、バッテリーは今本当に切れてるのか。仕事柄でいや切れてない。う今 GoPro の給電が始まった音がした。どういうこと。まさか給電開始ボタンが押せてなかっただけなのかな。いや今の音はリカバリーファイルのリカバリーが入ったような音だったな多分。だからやっぱり GoPro は不意に落ちてる。アップデートはあの買った時にやったんですけどね。今出てるのかな。最近出たっていう話は聞かないんですけどね。僕は M48 パットンが大好きです。パットンか。あれは戦後戦車ですかね。戦中戦時中戦車かな。そう GoPro ヒーローいやなんかうまく長時間ロックができないですね。だいたい普通に使ってると4時間ぐらいで止まってることがある。メディア的には6時間以上いける設定の画質でやってるんですけどね。だから GoPro3 は2個買えば2個買って個々に使えばいけるんでしょうきっと。それかあの2アンペア給電ができるあのバッテリー使うか。今そのパソコンの外部電源として使ってる方が1アンペアの出力もできるのでそれに両方つないでウエストバッグの方に入れてるんですよ。で2アンペアの方を使おうとするとバッテリー2個バッグの中に入れなきゃいけなくなるのでやってないんです。4時間は長いんじゃない。でも大体1日配信してると6時間とか8時間いっちゃいますからね。とにかくこの音も出さずに止まるのはやめてほしい。しょっちゅう見てないと。なんかどんどんガジェットが増えていってる。ガジェット。あ、すいません。どかせてしまった。育児、いや、ないですね。他で、なんか、いろいろ不具合出てるみたいなんですけど、同じ症状はまだ記事見たことないんですよ。すぐ洪水期のはずだけどな。なので、車道に出ずにタラタラ今こっち走ってるんですけどね。ここ自転車 OK って書いてあったっけ。確か洪水駅って前夏にその月を見た後にガリガリ君買ったところだからやっぱりあそこだよな。2人の、あ、本当だ。うん、駅前あった。駅前交差点。荷物多いの。何でもかんでも持ってきてるからですかね。広報センター、どこにあるんですかね。電柱が、え、そうですか。あ、これか。そうそうです。あそこの手前側に確か駅内コンビニがあって、うん、到着で私はここで輪行をするんですが、自走ですか。やっぱ今日横浜帰ります。畑野さんは自走で帰ることに、あの座った椅子に松ヤニがついてたせいで。あの輪行で車両に電車に乗りにくい状態になってしまって。あれ、コンビニこっちないの。あれ違う、頭の中の記憶はちょっと今混じってる。ここでパッキングしたのを覚えてるんですけどね。ロボさんの思想で帰ろうよ。やだ、確かに校舎みたいだな。校舎みたいって、なるほど、これのことか。秘密笛
そう、国津駅って、いや違う、国津駅と読まなきゃおかしいな、それは構図で変換して出ませんかね、構図。あ、駅名間違えた。ですよね、構図の一つが逆ですよね、今。よっしゃ。さて、じゃあどうしようかな。明日も休みでしょ、うん、明日休みなんですけど、明日どうするかはまあ帰ってから考えます。とりあえず明日配信するかどうかは基本的にないと思ってもらった方がいいと思います。え、ぴったり。あ、そうか、もう放送あるか。じゃあもう別にパッキングはいつも見せてるから、この時間いっぱいまで見せるだけで。5分はちょっと厳しいですね。明日止まり、明日止まったらやばいな。ネジ入れと折りたたみのアーレンキー、アンレンキーあった、アーレンキーもろもろありがとうございます。振り返り放送、そうですね、今日一枠できたらやろうと思います。まだ時間そんな遅くないですよね、5時ぐらいか。で、帰り着くのに1時間もかからないぐらいだから。成長見物どこにあるんですかね。お、コーヒーだ。コーヒーばっかり飲んでます。そうですね、今日何杯飲んだんだろう。朝も飲んでた。よし、じゃあ今日はじゃあ一人称視点でパッキング見せて、それで終わろうと思います。途中までになるでしょうが。朝飲んで、やった。でもこの文庫で2回飲んでですね、文庫で。この一人称視点でパッキングって何もメリットないんだよな、見る側にとっては。肌野さんが渋い感じだ。そう、肌野さんが理解放送、多分今日できると思います。写真もそんな撮ってないし、撮ってないから中身もないことになるな。肌野さん、帰り道気をつけてね。あ、気をつけてねと。ホット缶飲んじゃうよね、わらわら。ホット缶飲みますね。あー、とてつもない時間がかかる相模線。そうが松屋に臭もこう撒き散らさなくていいし、松屋に。しかしズボンがなんかダメになったっぽいのは痛いですね。まあ、うん、大して高いもんじゃないです。それはユニクロかなんかで買ったやつ。ああ、私も今短パンはユニクロ。明日は走らないのですか。明日はまあどこか思いついたら走りますけど、なんかあんまり思いつきそうないんですよね、自信ないです。なのでまあそれは今日の夜と明日の気分次第。残り3分くらいです。あと3分ですね。自走で帰ると何時間かかる。どこまで見せられるかな。自走で帰ると2時間3時間はかかると思いますね。もっとかかるかな。疲れを知らない肌野さん、疲れを知らない。ブランディーですか。私はブランディー、匂いでそもそもいけるかな。酒のあの匂いことごとこ出しダメなんですよ。沖縄動画楽しみにしております。あ、沖縄動画まだ付けられてないんですよ今。まだ千葉の林道のアップロードが終わってなくて、まあでもアップロードしながら編集はできるな。戦車、わらわら。戦車、でも本当に戦車がなんかどっか展示されてるんで、普通にいつでも見られるのがあるんだったら見たいのあるかな。でもそんなに マニアックな知識持ってるわけじゃないから、なんか王とか言って終わりそうな気がする。すごいとか言って、カタカナですごいとか言って。よいしょ。でブレーキアーチ外して、アップロードは賃金ですか。まあ後にそのデータが出来上がって残せるので、それはそれで嬉しいんですよ。で私はカットせずに全時間をアップロードしているので、写真見て、あ、これこの時どんなだったかなっていうのは時間さえ確認すれば動画でいつでも本当に見られるっていう。この自転車が、いくらぐらいって言われたかな。うん、7万後半ぐらいで買いました。注目。肖像権問題、そうですね、そのあたりは思いはさず。あ、お疲れ様です。この前本物見たよ、親子走行のアンカメついてた。
もう、あ、もうすぐ終わりですね。お疲れ様でした。今時間はあと30秒ありますね。お疲れ様です。じゃあできるとこまで。30秒だと 袋の上に乗せるだけで終わるな。お疲れ様です。ではまた。あと15秒ぐらいかな。20秒ぐらいあるかな。よっと。お疲れ様です。気をつけてお帰りください。上に乗せるだけで終わるな。よし、あー立たねえ、自立しねえ。これちょっと斜めて地面が斜めてますね。